ガイ・パチン・ギー・パターンは17世紀のフランスの医師である。当時フランスで最も有名な医師であったが、その治療法は、射血法を多用したものであった。没後の1692年に、パターンの書簡集が出版され当時の医療についての資料となった。オワーズ県の保伝区、E.N. ブレイ近くに生まれた。1624年に医学の学位を得て、 1646年にパリ大学の外科の教授に任じられ、1650年から医学部の学部長、1654年にジャンリオランの後を継いで解剖学、植物学、薬学の教授も務めた。1655年からコレージュとフランスの教授を務めた。紀元前1世紀のガレノス以来の治療法である。 射血法を信奉した保守的な意師で新しい学説を激しく非難した。文学者のルサージュによってドクトル・サグラドとしてパロディ化され、当時の医学はモリエールによって気で病む男で批判された。1645年から1672年に書かれた手紙から選ばれた書簡集が1692年に出版され、その後も改訂版が出版された。 ありがとうございます。